皆さんこんにちは、吉村崇です。日本が1954年に政府開発援助 ODA を開始してから2024年で70年。この番組では日本が国際協力をする意義とはと題し、平和構築、インフラ支援、気候変動対策の3つのテーマから、国際協力の必要性や日本が ODA に行う意義についてゲストと一緒に考えていきたいと思っております。今回の動画のテーマはインフラということでございまして、まあ、インフラという言葉自体はよく、まあ、耳にしますね。まあ、生活に馴染みがありますから。ただそれがどうやって国際協力とイコールになるのか、そしてこのインフラの幅、この幅というかどこまでがインフラなのか、まあ、道路、ガス、水道なんかあるみたいですけど、もっとあるような話なんで、いろいろちょっとその辺をお伺いできたらなということでございますので、よろしくお願いいたします。途上国のインフラ整備、これを日本が行う意義と、それがさらに日本にどんなこうメリットとして返ってくるんですかね。ODA がをやる意味としてやっぱり一つあるのは、知らなかった。そっか、俺がちゃんと見てないから。 ODA って未来に対する投資っていう面がすごくあるかなと思ってまして、日本のその力があったことによって進んでいってるっていうことですね。とはいえ、まあ、かつてもそうですし、日本自体の景気がそんなに良くないじゃないですか、まだ。その中でこう ODA をするっていうのは結構大変な選択じゃないですか。国民の負担になるのかなとか、国民の理解を得られるかなとか、いろいろ考えたら。さあ、ということで今回も豪華な素敵なゲストの方々にお越しいただきました。まずお一人目でございますね、役者で小説家の松井玲奈さんでございます。よろしくお願いいたします。はい、松井玲奈です。よろしくお願いします。松井さんはやっぱもう鉄道のイメージありますよね。はい、詳しいですか。はい、新幹線が特に好きなんですけど、でも鉄道はそうですね、好きです、とても。はい、で僕知らなかったんですよ、そのインフラに新幹線が入るっていうのも今日知ったんで。はい、私もそれはちゃんとは知らなかったです。はいはい、そうなんだと思ったんですけど、そもそもなんでその新幹線好きになるんですか。リニア鉄道博物館っていうのが名古屋にありまして、はいはいはい、そこにお仕事で行った時に、その初代のゼロ系新幹線から新しいその700系までがずらっと並んで展示されてたんですね。はいはいはい、それを見た時にこう台ごとにどん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 形状が変わっていくんですよ。はいはい、やっぱりその形状の変化っていうのが、こういかにお客様を早くこう東京から大阪までの間を運ぶかっていうことを考えられて、形がどんどん移り変わっていってるっていうのを知った時に、はい、全部同じだと思ってたものが、はい、実はちょっとずつ違うっていう、その発見にすごく感動して、ここにこう作った人たち その人を運ぶっていう思いが詰まってるんだと思ったら、なんかどの車両に対しても愛着が湧くというか、人の思いがちゃんとそこにこもって走ってるんだなと思って、それがきっかけでした。あ、その工夫に心を奪われました。はい、ちなみにドンピシャで言ったらどの世代なんですか。そのドンピシャで言ったら、僕はもう古くからあるこの小玉とかの鼻がこう丸くなってるやつが、はい、ゼロ系とか、はい、ゼロ系っていうんですか、100系とかですね。はい、ちょっとあの顔がコアラみたいな形、はいはいはい、私は多分300系とか、はあはあ、少しこう形が角張ったような、なるほどなるほど、顔の形のものだったり、あと500系新幹線、はあ、グレーとちょっとブルーの入ったすごく素敵な車両があるんですけど、はあ、多分見たら、はあ、ああこれ乗ったことあるって、はあ、なるほど。だからそこまでちゃんと見てなかったですけど、はい、そこ、そういう細かいところにもこだわりがある新幹線に来れたという、はい、そうです。今日はちょっとよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんか新幹線の新たな展開みたいなのもあるらしいんで、はい、ですね、もうちょっとご意見ね、はい、お伺いいただければ。よろしくお願いします。そして続いて平田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。なんかすごい方らしいじゃないですか、ね、JICA の上級審議役の平田仁さんと。はい、何ですかこの上級審議役って。絶対偉い人であるのは、いや、分かりにくいですよね。私も上級審議役ってちょっと説明しにくいなと思うんですけども、はい、担当部署がない、部下のいない役員みたいな、そんな感じ。あ、役員なんですか。いや、イメージ的には役員風でお願いします。平田さん、はい、分かりました、はい、お願いいたします。まあ、インフラということでございまして、今回テーマ
ですよね。平田さんはその辺がもうお詳しい。はい、もう35年この仕事をやってるんですけども、はい、インドネシアの道路だとか、はい、バングラデシュの都市交通だとか、はい、あとはバングラデシュの電力とか、はい、そんなの、あとボスニア・ヘルツェゴビナの送電線なんかもやってました。へー、世界各国いろんなところの仕事をされてるんですね。はい、平田さんは鉄道はお好きですか？鉄道好きです。あの新幹線という話が出ましたけれども、はい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 、インドで間もなくあの新幹線がですね、日本型新幹線が走ろうっていう段階になってまして、今絶賛工事中です。あ、そうですか。松井さん、それは、はい、小耳に挟みました。小耳に挟みました、はい、でもどの方が走るんだろうっていうのがもうすごく気になってて、はいはいはい、どれが走るか、はやぶさ E5 系を今あの、検討してるっていうふうに聞いてるので、あのちょっとこう鼻の長いやつが走るということだと思います。はい、志村さん分かりますか？全然分かんないです。あの青森とかの方に行く緑色の新幹線分かりますか？はいはいはい、グリーンがすごい特徴的な、はいはいはい、あれがあのモデルがインドで走るっていう。ちょっとだって青森に走るやつがインドで走るんでしょ？はい、ちょっと環境違いすぎて疲れません？インドの方の新幹線。そうですね。いやでも名前をちょっと変えて、なるほど、はやぶさじゃなくて別の名前で行ければいいんじゃないかなと思いますけど、はいはいはい、でもインドで走る時代なんだと思いましたけど、これどうなんですか？新幹線って世界的に評価高いじゃないですか、はい、でも世界でその01というか、そこから日本の新幹線が走るっていうのはインドが初めて。あの台湾でもあるんですけども、はい、ODA でこの、支援をするのはインドが、まさに、新幹線をパッケージで、はい、こう支援するっていうのは、初めてになりますね。はい、なるほど。松井さんどうですか、似合いそうですか、そのハヤブサがインドで走ったの想像した時に。想像がまだつかないんですけど、でも第一歩としては素晴らしい取り組みだなっていうのは思います。やっぱり新幹線が走ることによって、その遠い距離も短い時間で移動できるようになると思うので、インドの人たちの生活もまた少し変わってくるのかなというのは思いますね。確かにそうですね。僕あのインドにロケで行った時、はい、あれ何年前だろうな、8年から10年ぐらい前ですけど、まだ電車の上に人が乗る。そうですよね、はい、なんかそのイメージある方多いですよね。はい、これ新幹線だったら皆さんどうするんですかね。いやそれはさすがにスピードで、それはないです。大丈夫ですか？はい、はい、大丈夫です。でもだいぶ変わってきてるんですよね、インドの方たちも。そうなんです。ぜひあの鉄道の話を、紹介させていただければと思います。あ、なるほど、はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあということでございまして、まず本題に行きたいんですけども、まあ今回の議題ですね、途上国のインフラ整備、これを日本が行う意義ということでございますけども、なんか我々の生活にはこの意義があまり関係はないんじゃないかなとは思うんですけど、そんなことないんですか？いや、あの吉村さんの生活にもこう関わる ODA っていうのがありますので、あります。ぜひあの紹介させてください。で僕はインフラといったら、まあ、本当にその知識がないもんですが、水道とか、まあ、先ほど初めて知ったんです、はい、鉄道、送電もいろいろありますよね、道路、はい、まあ、まあ国内が潤ってればいいんじゃないのとかいろいろ考えちゃうんですけども、その辺のなんか援助をする意義っていうのを知ったら、はい、ちょっと興味が深くなるかなということでございまして、はい、まずはインドの、はい、デリーメトロをですね、あの紹介させていただければと思います。はい、デリーメトロをご存知ですか？はい、あの噂には聞いていて、どこでその噂が入ってる？俺は同じ東京に住んだけど全く入ってこないよ。この鉄道界隈ではやっぱインドに日本の鉄道が走ってるってすごい噂になってるんですよ。そうなんですか。これ見覚えありませんか、こういう車両？あれ、なんか見たことあるかもしれない。日本っぽくないですか？日本っぽいですよね。あれ、しかもなんか明るい。いや、これは、うん、新宿御苑じゃないですよね。違います。これ四ツ谷とかなんか、はい、あら、ちょっとびっくりしちゃった、うん、車椅子の方も、ね、利用できるようになってるんですね。女性専用車両もあるんですよね。あれ、俺の思ってるインドじゃないです。全然違いますよね。もうちょっとすいません、薄暗くて人混みがね、ごちゃ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 して物とか結構下に落ちてたりしたんですよ。
そうなんです。いやもうこのデリーメトロがある意味あのインド の, そのこう社会を変えた後までそれぐらいのゲームチェンジャーになったっていうふうに言われてるんですよね。その整列をしてあの列車に乗り込むなんていうのもこのデリーメトロがきっかけになってインドの人たちがそれをこう始めたっていうふうに言われてますね。その以前はどうしてその皆さんその並んだりとかせずに確かにねどんどんその電車の上に乗ったりバスの飛び乗ったりとかしてたんですか。やっぱりこの定時に電車が来るっていうサービスじゃなかったからだと思うんですよ。そうだ、あー、だから次がいつ来るかわからないから、うん、とにかく乗んなきゃっていう、あ、今乗らなきゃダメだっていう気持ちになったんですね。でもメトロが来たことによってそうなんです。もう日本のサービスと同じようにデリーメトロはちゃんと定時にきちんとした感覚を踏んで電車が来るので皆さんまあこれ逃しても次が来るやと思ってくれるんだと思うんですね。なるほど。いや今話してて思い出しました。僕インドで電車乗ったんですけど、はい、確かに来なかったんですよ、うんうん、この時間だって言ってもなんか 5,6 分当たり前だし、はい、なんか下手したら 2,30 分来ない時もあるよみたいなことを言っててなんでそんなこと起きるんですかみたいなこの現地の人と話したら、はい、お宅の国が異常なんだよってあそうなのかと思って そうですね、でもそれ変わったわけですよね。変わりましたね。はあ、デリーメトロ事業、はい、これは安倍さんっていうあのコンサルタントの女性の方なんですけど彼女が現地のエンジニアの方を指導してこう安全対策とかあと工期をきちんと守るっていうようなことを伝えてったんですよね、はい、本当ですね。工期厳守っていうのがそうなんです。日本型サービスを提供できるように、技術を提供して、まあ、あの日本のノウハウが伝わったってことですね。はい、はい、先ほど、ね、松井さんもおっしゃってましたけど、はい、あんな電車になってるんですね。綺麗な感じで。そうなんです。こう日本の車両にもうそっくりというか、はいはいはい、あれ同じものを持って行ってるんですか。あれ自体はあの日本の車両とは全く同じではないんですけれども、うん、このデリーメトロはもう新品の新しいサービスをきちんと提供する、何よりも安心で安全なサービスを提供するっていうのが伝わったっていうのが大きいんだろうと思いますね。はあ、本当に東京で走ってるそのメトロのシステムをインドにまたインド用に組み替えたもの、はい、あの女性専用車両なんていうのも、はい、まさに日本と同じサービスだと思うんですよね、はい、女性が安心してこう通勤できるっていう環境を整えたっていう意味でも非常に大きかったんだと思います。やっぱり以前はその女性がこう外に出てこう交通機関を使うっていうことはあんまりなかったことだったんですか。もちろんバスとかそういうのに乗ってたんだと思うんですけど、はい、夜、バスに乗るのは怖いなとかそういう不安を抱える人がいたと思うので、はい、このデリーメトロはそういう意味では働く女性のこう機会をより広く広げたんじゃないかなと思いますね。なるほど。松井さん僕ね鉄道の話全然わかんないけど、はい、日本の技術っていうのはすごいんですか。技術はすごいです。そのさっき言ったみたいな、はい、定時に来る、はいはいはい、日本は本当に遅れないじゃないですか。遅れないですね。やっぱ他の海外で鉄道に乗るとその30分遅れたり、はい、こう時間に幅がありすぎて、はい、なんかこう、ね、余裕を持てないところがあるんですけど日本の鉄道会社やっぱりどの車掌さんたちもちゃんと時計を持って5秒遅れてもダメだみたいな、はいはいはい、きっちり決まってるのでそういう部分がしっかりこう伝わってるんだなっていうのはさっきお話を聞いても思いました。なるほど、はい、どっちかといったらそのアジアにおける鉄道って信用がちょっと低かったイメージあるんですよね、うん、なんか途中で止まっちゃったりとか、はい、目的の時間に着かない、はい、ただ移動するっていうものの乗り物だったんですけど、うんうん、そこの意識がもうガラッと変わってるってことですね。平田さん全然変わってますね。もう本当に通勤するのに信頼できる公共サービスっていう風になっているのでそれはインドのデリーだけじゃなくてジャカルタとかあとダッカにも伝わってきてますね。その安全面における技術力もやっぱすごいんですか。さっき安倍さんの写真があったと思うんですけど、はいはい、彼女はその工事中 の, その安全管理をものすごい徹底したんですよね、うん、でヘルメットをかぶって安全靴を履いてで毎日点呼して、はい、ああいう工事中 の, その安全対策っていうのもその日本ならではでインドではなかなかそういうのはないんですよ。あそうなんですか。もうサンダルみたいのを履いて、はい、労働者さんが仕事してるっていうのがザラですからここは日本の支援によって日本の技術者の方が教育したところだなってすぐ分かります。ヘルメットと安全靴
だって重いものを運ぶから落としたら怪我したりとか、いや本当そういう意味ではもう事故絶えないですよね、そういったところは、はい、でそういう部分でもその安全面の意識改革も日本 の, その力があったことによって進んでいってるっていうことですね。そうだと思います。だからインフラってものだけじゃなくて、そういうこのノウハウ、人を育てるっていうところもすごく大きい面がありますね。はい、でそこで日本流の技術、これを生かせたじゃないですか、うん、それがさらに日本にどんなこうメリットとして返ってくるんですかね。一つにはまず受注された日本企業さんがですね、大きなビジネスチャンスを得ますよね。実際にあのデリーメトロで受注された企業さんは日本、あ、インドにおいて、まあ、たくさんのところでいろんなプロジェクトをまた、受注してあのビジネス展開するきっかけにもなったっていうふうに聞いています、うんうん、それが一つあると思いますね、うんうん、じゃあメトロのお仕事がきっかけでさらに仕事の幅がどんどん広がっていったんですね、はい、あのインドの方からするとこの工程をきちんと守って工期管理ができて安全対策もできる、しかも質の高いインフラを作ってくれるっていう日本の技術、日本の企業さんに対する信頼が増しますよね。そうするとじゃあ他の日本の企業さんもっていうことで日本のビジネスチャンスがより広がるっていうことにもつながるかなと思います。とはいえでもメリットっていうのはそのまあ一部の企業だけにとどまるのかなとか考えちゃうんですけど、そういうことではないと思うんですか。得するのはもちろんその受注企業さんが直接的なものかもしれません、はい、でもあのインドからすると、あ、日本のインフラを作ってくれるこういうその、技術であるとか信頼性っていうのが日本のイメージをこう高めてくれてると思うんですよね。インドからするとあのデリーメトロ日本の協力、日本だよな、日本のクオリティだよなっていうイメージがありますから、インドと日本の関係をより大きくより良くするものになる、そういう関係になるかなと思います。しかもまあ多分あのインドの列車の電車の鉄道とかの映像って世界的に有名だと思うんですよ、はい、それがこんな風になるんだって相当な広告にもなりますよね、うん、周りの国からしたら、おい、あのインド今こうなってるのってなったら確かに、あ、じゃあ日本の企業さんと組んだ方がいろんなものが一気に変わるんだなっていうインパクトも与えますよね、はい、でさらにあのインドデリーメトロがうまくいったということでジャカルタでも MRT がもうすでに走ってますし、ダッカでも一昨年からもう走ってるんですよね。でインドのデリーメトロはダッカのダッカの MRT を作るためのコンサルティングにも参加していて、そういう意味ではインドがいろんなところに広がり日本の企業さんと組んでビジネス展開するのにも貢献してるっていうことかなと思います。はあ、これあのダッカの、はい、MRT、メトロの、運行が始まって記念された五十鷹札、はい、記念して紙幣がですね、で日本 JICA の協力に感謝するっていうのが書いてあるんですね。すごい、紙幣を記念にするってなかなか、はい、記念硬貨とかそのレベル、国家プロジェクトぐらいの。そうですよね。ですからもうまさに、まあ、この場合は日本とバングラデシュのその協力関係パートナーシップのその象徴みたいな風になってますね。これ下手したらですよ松井さん、はい、まあ、今はインドですけど向こうは陸続きですからいろんなとこつながってアジアを全体をね、はい、理想はこう山手線のように回ってるみたいなことも起きうる未来がひょっとしたらあるかもしれませんよね。うん、でもそうしたらとっても素敵なことだと思います。やっぱりその移動の距離が、ね、広がって時間も短くなればいろんなこうお仕事にもつながりますし、はいはい、可能性がどんどん生まれていきますよね。はい、だからメトロがそのインドにできたことで本当にいろんな方 の, その仕事だったりとか生活にも変化があったんじゃないかなっていうふうには感じますよね。うん、やっぱ変化あったんですか周りの方々の生活。いや間違いないですね。だから90年代というのはインドはですねデリーメトロできる前はものすごいこの渋滞と渋滞すごかった、スモークがひどかったんですよ。そのイメージはすごいありますね。でデリーメトロが運行を始めることによってやはりそれが環境が改善されていったっていうことがありますので、まあ、あの先ほどの女性 の,、はい、あの社会進出にも関わってきますし、あと市民の生活にも大きく影響したんじゃないかなと思いますね。皆さんその移動手段が車しかなかったところが鉄道が走ったことによって鉄道も使えるようになったので全体的な車の数が減っていった、
まあ、まだ車の数自体は減ってはいないと思いますけど、あとあのオート力車みたいなものもたくさん走ってますけど、でもあのデリメトロによって随分と渋滞も緩和されてきたというふうに聞いています。いやひどかったです、僕ロケ行った時の渋滞は。インドの、あもう2日ぐらいここにいるかもなってぐらい全く動かなくて、でもそれが多少緩和するんだったらいろんな人の生活も変わるし、ビジネスチャンスもバンバン生まれてくるんだろうなとは思いますよね。本当にそうです、はい、で今はですね、あのデリーメトロに、このデジタルデータを活用するようなサービスを提供できないかということで、はい、またあのデリーメトロの公社と日本の企業さん、スタートアップさん、あと JICA が組んでですね、はい、データ活用できるようにできないか、でその実験を始めようとしていますね。はあ、データ活用っていうものは具体的にどういうデータのことなんですか。はい、あのデリーメトロに乗るまでには、はい、お家からデリーメトロ、オート力車に乗るかもしれません、駅からまた、次のところに行くのにまたオート力車に乗るかもしれません、そういったどこから誰がどんな風に、移動しているのか、あと途中でもしかしたらお買い物をするかもしれません、はい、そういったものをデータを使って新しいサービスを提供できるように、それを活用したいという企業さん、と組んで、サービスを、始めるということですね。そうなるとこう日本の企業がより効率よくいろんなものを、はい、展開できるわけですよね。そうなんです。だからインフラがそのデータ活用のまたプラットフォームを提供するようになる、それによってインド企業さん、あと日本のスタートアップさんとか日本企業さんがまた組むようなその機会をまた作れるっていうことにもつながりますね。どんどんつながっていきますね。確かにそうですね。でもいろいろ考えたら日本もそうですよね。鉄道というかそれからいろんな街が作られたりいろんなものが発展していったから、その一歩目をひょっとしたら作ってくださったのかなっていう感じはしますけども、まだなんかいろこのインフラ整備、はい、他の事業もあるんですよね、はい、鉄道以外にも、タイの事業を紹介したいんですけども、タイの事業、はい、タイは結構行きますし、うん、タイ料理は好きですね。結構行かれますかタイは。私も仕事で一回行ったぐらいですね。ああそう、はい、ご飯美味しかったです。そう、何年前ぐらいですかタイ。10年ぐらい、結構前でした。僕も10年前ぐらいにタイ行ってんですけど、はい、なんかそのインフラ強いぞってイメージないですね、うん、結構ねいろいろなところが雑だったりとか、はいするイメージのタイプ。そうですね、なんかね、あのビニール袋にジュース入って、そう、はい、ありますね、はい、急に街中でボーンと爆なんか聞こえたら、はい、あごめんなさいガス爆発しましたみたいになってあ大丈夫です大丈夫ですぐらいの感じだったんですよ、はいはい、そのイメージだったんですけど、でも今日本がまたそこに大きく関わってるんですか。港の案件なんですけど、はい、レムチャバン港っていう。え、なんて言いました。レムチャバン港。あれ行ったかな。行きました。いや分かんない、行ってないかもしれないけど、なんかでも聞き覚えがありますか。聞き覚えあるんですよ、うん、バンコク。違ったわ、ごめんなさい。バンコクからこんな立派じゃなかった、はい、これはあのコンテナターミナルですね、1991年に完成してます。へえ、91年の段階から日本が関わってるんですか。そうですね、まあ、80年代から計画を始めて、はい、へえ、この80年代っていうのはですね、本当に漁村だったんです、このレムチャバンの周りは、うん、なるほど、それはあの田舎の漁村っていう。田舎の漁村、バンコクの中心部から100キロぐらい離れたところなんですが、そこに港、その大きなですねコンテナ船とかが入る、港を整備をして、その後ろにこのコンテナターミナルとか、はいはいはい、あと工業団地ですね、はい、そういったものを整備をして、日本の自動車メーカーさんがたくさん進出をしました。そのきっかけになったのがこの港の案件ですね、ですからかつてその漁港で何にもないような場所だったんですけれども、その港を作ったことによって自動車産業が出てくる、あと電気電子の工場もできる、あとはあの食品加工 の工場なんかもできてきてですね、タイはあのエビとか水産業 その輸出も盛んなんですけど、それ あの輸出基地にもなってますね。これは2011年 あの大洪水の時の写真です。はいはいはい、これあの工業団地がもう水没してるんですね。あそこはもう、あれが今水のところは本当は陸地、本当は陸地で完全に水浸しになってしまってですね、はい、で
これはもうタイの問題ではなくてもうまさに日本の問題でもあって、日本の自動車メーカーさんもここでその操業ができなくなってしまって、しばらくの間工事がストップしてしまったと。この洪水対策もJICA がいろんな形でお手伝いをして、あ、これは当時の首相ですね、タイの首相、はい、インラク首相と、はい、JICA のエンジニア技術専門家になります。はあ、でもあの港ができたことによってそのタイ国内の経済にも相当影響を与えたんじゃないですか。80年代のですね、タイはまだ米とかゴムとか鈴とかそういう一次産品を輸出するのがメインだったんですね。あとはいくつか縫製品、アパレル製品なんかも輸出してましたけども、でこのレムチャバンの港と工業団地ができたことによって、まあ、自動車産業も進出して、あっという間にそのタイのデトロイトと言われるぐらいに自動車輸出国になりましたよね。あとは電気電子品、部品なんかも輸出するようになって、まさにこのタイが本当にその貧しい小さな経済からより大きな経済に、こう変わるゲームチェンジャーになった、大きなプロジェクトだったと思います。なるほど。今タイすごい勢いがあってすごい国になってるじゃないですか、はい、経済的にも、はい、それの一歩目があそこだったと言っても過言じゃないと。そうだと思います。でタイとしても単なるその一次産品を輸出している国からより付加価値の高い、工業品を輸出できる国になりたいというふうに考えていて、80年代からそういう計画があって、それのお手伝いを JICA がして、マスタープランを作ってですね、ここに港と工業団地を作ろうじゃないかという提案をしたというのが始まりになります。松井さんすごくないですかこの話。いや全然知らなかったんですけど、はい、本当に世界各国でいろんな国のその第一歩目のお手伝いを日本がこういう形で関わってるんだなと思うのはなんかすごく誇らしい気持ちにもなります ね。僕も全然詳しい。港は詳しいですか。港は全然詳しくないです。港詳しくないですよね。で港の重要性っていうのはあんまり分かってなかったんですよ、うん、まさかそんな発展をするきっかけを与えるとは思ってなかったんで。日本も臨海工業地帯ってありますよね、はい、名古屋の方にもありますよね、はい、そうですね、自動車系のところがあります、はい、でっかい船通るもんね、はい、名古屋ね、うわーっと車が並んで、次から次にこう車が船に乗っていったりをしてますね、はい、なのでタイもまさにその自動車輸出国になる一つのきっかけになりましたね。あとは食料という意味でも本当にその、タイというのはいろんなその食品を輸出している重要な国で、そういう意味では日本の皆さんたちも実はこう身近に手にするものをタイから輸出している、その輸出のこの玄関がレムチャバン港になっていますね。はあ、なるほど。でそう考えると日本のやっぱ食料にも直結するってことですね、はい、うん、そうなんです。これ日本の食料自給率ですけれども、小麦は 15.3%、 大豆が 6.2%、 エビ8.0%、 ほとんどこのインド、ベトナム、インドネシア、アルゼンチン、タイと外国から輸入してるんですよね。タイもエビはたくさん日本に輸出かつては多くしていて、最近他の国が増えてきてますけど、はい、エビとかお好きじゃないですか皆さん。エビ大好きです、はい、エビフライもありますし、うん、天むすもありますし、はい、名古屋に寄せてくれてますか。ちょっと北海道も出してください。あ、すみません。こちらもカニが強いですけど。あ、そうですね。どっちかというとカニの方ですけど、はい、まあ、確かに名古屋といえばエビ。そうですね。エビというか欠かせないものの一つではあります。はい、でもこのグラフを見ても確かにすごくタイは日本のこう輸出に関わってきて、はい、輸入の方ですか、はいはい、そうですね、日本からすると輸入で、うん、その、まあ、まさにこの、タイからの輸出を支える、インフラがレムチャバン港でもあるんですね、うん、あとはその、チキン その加工品なんかもありまして、チキンバーガーってよく召し上がると思うんですけど、はい、バンズはアメリカ、はい、オニオンもアメリカ、それでチキンもタイで加工したものが来てるってことで、日本だけのもので作ろうとするともうレタスだけになっちゃう。うちらレタスしかないみたいな。あの中の役目で言うと、はい、薄いですよ。もうチキンバーガーじゃなくて単なるレタスのサラダになっちゃうっていう、はい、あ、国産だけで言ったらこうなるんだ、
じゃあ実はもうチキンバーガーを食べるためにはタイが欠かせないんですね。ってことですよね。もともと鳥が多いんですか、タイには。あの鳥、そうですね。そうなのよ、チキン、はい、有名ですよね世界的に、はい、そうです。知らなかったです。あの、結構焼き鳥、居酒屋さんの焼き鳥だったり、あとコンビニのあのホニャチキとか、はい、皆さん召し上がってると思うんですけど、はい、そういったものがあのレムチャバンの港の後ろの加工工場で作られている。あそこから来てるんですか。知らなかった。これなんか、まあ、はい、そっか、俺がちゃんと見てないからいけないのかもね、うん、どこどこ原産って実はタイっていっぱい書いてあるの。もっと書いてほしいね、タイレムチャバンって、ね、書かないとわからないけど、はい、でもそっから来てるんだ、うん、だからもう自動車だけじゃなくて鳥の加工もありますけど、とはいえまたこれ詰めた話になりますけど、一部の企業だけの得になるのかなって思うんですけど、どうですかね。あの、まあ、そうですよね。そういうふうにこう思われてしまうところがあるかもしれませんけど、やはり先ほど申し上げたように、あの日本と相手国、この場合だったらタイ、との関係をやっぱりこう下支える大きな、この役割を果たしていると思うんですよね。あのインフラって結局その人、物、お金をこう動かす大きな役割を持っているので、タイで、経済が大きくなっていくと、結果としてその周辺国、日本も含めて経済がより良くなっていくっていう関係になると思うんですね。そうでございます。全部つながって、はい、つながってます。回っていってるんですね、はい、そうです、確かにそうです。今思い出しました、この間札幌帰ったら、あのタイの観光客の方がものすごいいろいろ買い物してくださるって言って、今なんか北海道がタイの中でブームになってるみたいな、雪が降るから、うん、あ、皆さん雪を見に来て、こんなもんで喜ぶんだなと思いながら見てましたけど、でもやっぱ特別なものですし、それは国内が潤ってるからこそ、そうなんです、来るってことなんですね。経済が大きくなって、はあ、それぞれの国の所得が上がっていくと海外旅行にも行こうっていうことになりますよね、うん、ですから東南アジアから その、インバウンドの方っていうのすごく増えてるんじゃないかな。多いですね、確かに。そうですね、うん、今でこそ多少ねそういうような実感を持てますが、とはいえ、まあ、かつてもそうですし、うん、日本自体の景気がそんなに良くないじゃないですか、まだ。その中でこう ODA をするっていうのは結構大変な、うん、選択じゃないですか。国民の負担になるのかなとか、国民の理解を得られるかなとか、いろいろ考えたら。そうなんですよね。あの能登地震もあって、はい、こんな大変な時になんで他の国助けてるんだっていう声はやっぱりあるんだと思うんです。でまずあの ODA なんですけど、あの先進諸国の国際貢献の一つではあると思うんですよね。やっぱりその、国の経済が大きなところから ODA をやっている。はい、OECD の加盟国の中で ODA を、まあ、国の規模に対してこれぐらいは出そうよっていうこの目標があるんです、はいはいはい、あの国の規模に対して 0.7% は出そうと。で北欧の諸国は結構 1% とかもう出したりしてるんですね、はい、でドイツも 0.8% とか、で0.7% を目標にしようとして、日本どれぐらいだと思いますか。え、金額で言うと、国の達成度 GNI がに対して、国の経済規模全体に対して 0.7% っていうのが目標なんですけど、はい、イギリスは 0.5% ぐらいです。今聞いてると結構 0.7 に近いかな、んだったら1度か10ぐらいいってるんじゃないかな、うん、言っててほしいって思います。言っててほしいよね、超えててほしい。おいおい、日本10いってんのとか、うん、いや残念ながらですね、目標が 0.7 なのに対して 0.39 なんです。もういろんなことやってるように思うんですけど、やっぱり日本は世界の中でやっぱり経済規模大きいんですよね、まあ、ドイツに抜かれたとは言ってもう世界第4位ですし、はい、やっぱりそういった中では ODA って、まあ、もちろん、金額として大きなものを出してますけど、他の諸国と比べてみるとそんなに大きくもないっていうのが現実ですね。なるほど。だからもっとやってもいいんじゃないかというのも言われることもあるってことですね。そうなんです、他方で、まあ、いろんなことをしなきゃいけませんよね。防衛費も増やさなきゃいけない、能登の地震の対策もある。そういった中で、どうやってこの ODA をうまく活用していくのかっていうのもすごく重要だと思っています。
で、あの ODA がをやる意味としてやっぱりあの一つあるのはお互い様っていうのもあるんですよね。困った時はやっぱりこう助けてくれるって関係を作るっていうのが、それがあの日本のソフトパワーでもあると思うんです。私あの東北大震災の時にカンボジアにいたんですけども、はい、あの大地震と津波の映像が流れて、カンボジアの普通の人がですねお金を持ってきてくれるんですよ。もうツクツクのドライバーさんみたいな人がお金を持ってきてくれて、もう日本はずっとカンボジアのことを助けてくれたと。だから今回は、自分が助けたいんだ、そういう関係を作れるのも、まあ、ODA の一つの役割なのかなというふうには思いますね。あと加えて ODA って未来に対する投資っていう面がすごくあるかなと思ってまして、さっき のレムチャバンなんかはそうだと思うんです。実際ゲームチェンジャーになりましたし、タイ この将来を変えた案件でもあると思うんですよね。だから ODA っていうのは未来への投資、インフラも未来の投資なんじゃないかなというふうに思いますね。はあ、でもとはいえこのね日本にイラツさん今いらっしゃるじゃないですか、はい、結構大変じゃないですか。その全員が全員いややってくれっていう人もいないですからね。そんな中で決断しないといけないし、予算も作らないといけないから、はい、そうなんです。ただですね、あの日本の ODA はあの日本の予算だけではなくて、実は、借款が多いもんですから、過去に貸したものが戻ってきたものをもう一回出すっていう、そういうのもあるんですね。はいはいはい。ですから実は特にインフラについては相手国に対する融資を使うことが多いので、ちゃんと金利をもらってるんです、はい、あ、なるほどなるほど、はい、吉村っていう国にお金を貸して作って、はいはい、そこで利益を得たらプラスちょっとして返してる、はい、そうなんです、まあ、すごく長い長期の30年とか40年の借款ではあるんですけども、ちゃんとその金利をつけたお金を返してもらえる、そういうリターンもあります。で加えてやっぱり社会課題を解決するっていうインパクトも実現できてますよね。それがあの ODA の、まあ、一つの役割なんじゃないかなと思います。松井さん知ってました？その利子というか利益。全く知らなかった、ね、はい、それだったらいいですよ ねえ、こっちもちょっと潤ってますし、はい、で次にまたっていう風にできるから、はいはいはい、なんでそれを我々知らないんですか。もうちょっと言った方がいいんじゃないかなって。そうですね、もっと、はい、あの伝えなきゃいけないなという改めて思いましたけど、日本の特徴の一つはそれですね。あの借款をたくさん使っていると、その、ただで何かをプレゼントするっていうだけじゃなくて、はいはい、借款を提供して利子をもらいながら、相手国もですねやっぱり利子を払わなきゃいけないってなると本気度が違うんですよ。あ、なるほど。そこに一個付加価値というか、かかることも。そうなんです。そっか、エンジンかかりますもんね、これ返さねえとやべえや。そうなんです。この投資本当にしていいかどうかっていうことを考えるので、これ表現が合ってるかどうか分かりませんけど、お年玉でもらったパチンコと自分で借りたパチンコの勝負の仕方全然違うんですよやっぱりもうお年玉の方は流しちゃいますよね。だ自分で借りた時のあの目つきったら違うから、あ、それと一緒かもしれませんね。そうですね。いや、こういうところが僕やっぱジャイカさんとか真面目な方々のまあ美点でもあるんですけども、なんかねもったいない点ですよね。俺だったらこれぐらい儲けたからもう黙ってやらせろよって言っちゃうぐらいのタイプの人間なんで、はい、その間取ってもうちょっと言ってもいいかもしれませんね。今回これで90年代のあのタイの港はこうなりました、はい、これぐらい帰ってきましたぐらいの言っていいような気しますもんね、はい、さあそして逆にこの他国のインフラ整備止めてしまうと悪いことが日本に起きてしまうのかっていう質問ですよね。今はやってきました、でもまあ日本あんまり国民の方が納得しません、じゃあやめましょうってなったらどんなことが起こるのかなっていう。一つはですね、日本ではなくて他の国が支援をするっていうのはあるかもしれませんね。そうすると日本との関係をつないできた相手国のそのエンジニアとの関係がなくなって、他の国との関係がより強くなるってことがあるかもしれません。あとはあの相手国からいろんな機会をもらってましたので、ビジネスチャンスがこの減ってしまうかもしれない、そういうこともあるかもしれないですね。ただ、まあ、あのいろんなその競争、他の国と その競争もあるので、日本がどんなその技術とかどんなサービスを提供できるのかっていうのをもっといろいろとこう磨いていって新しいサービスを提供しなきゃいけないかなというふうに思ってます、はい、
先のことも考えなきゃいけないっていうの難しいですね。そうですね、どんどんとまさにそのいろんな国がいろんな支援を始めているので、うん、そのアイデア競争みたいなところもあります、うん、はい、難しいですよね。だって未来は誰も分かんないじゃないですか、うん、もし仮にあのタイの、ね、港がダメだった場合、はい、ほらどうすんだよってなるのも怖いですけども、とはいえここは投資しないといけないし日本のためにっていう、はい、いろんなことを考えて決断しないといけないです。本当大変なお仕事だなとは。先を見ていかないといけないっていうのは難しいですね。難しいよ、見れないもんね、我々芸能は。分かんないですもん、何が起こるか分かんないんだから2ヶ月後には、うん、さらには見ていかないといけないわけですからね、はい、うん、いやインフラってもともとそういうところがあってですね、その20年後30年後にこういう社会になってほしいなっていうことを考えてインフラを計画するんですよね。その時には本当にこのインフラが使われるかどうかってわからないところもありますよね。山手線も最初走った時はお客さんがほとんど使ってなかったっていうことを聞いたことがあって、でも今やあんなに使われてる。なのでこの30年後とか次の世代のことを考えながらこうインフラって計画していくもんなんですよね、はい、で平戸さんの中で、まあ、言える限りでいいですよ、言える範囲でいいですけど、今自分の中で 2,30 年後アジアに必要なインフラ、これは絶対やっていた方がいいっていうのはお持ちですか、何か。はい、やっぱり電力ですね。はあ、今あの AI がより一層使われるようになりますよね。そうするとより電力を使うようになる。これまであんまり電力を使わなかった人がどんどんと使うようになっていくと思うんですよね。でなおかつ再生エネルギーが必要になってくると、再生エネルギーをどこで作ると一番効率的なのかってことを考えて、送電線をこうつないでいくっていうようなことも必要になっていくと思うんですよね、はい、シンガポールってあんな小さな国なので、自分のところで全ての再生エネルギー作れないですよね、はい、パネル張ったって。なるほど、まあ、限界がありますから。そうすると今ラオスから再生エネルギーを引っ張ってくるなんてことも始まってるんですよね。おそらくいろんな国で他の国とつなぎながら再生エネルギーを使っていくっていう動きが広がるんじゃないかなと思いますね。それは日本の技術もお役に立てる。きっとお役に立てると思います。はあ、日本の電力の部分がこう技術的に発達しているのか、その送るっていう部分が発達しているのか。両方ですね。両方ともなんですね。やっぱり送電線というのは電力ロスをできるだけ減らさなきゃいけないので、はい、その電力ロスが低い方法で電力を送る方法、うん、そういったところも日本の技術っていうのはどんどんと進化していると思います。電力のことは知らなかったですね。電力全く分からなかったです、うん、盲点でした。盲点ですし、なんか当たり前のようにありますから、各国これぐらいの電力が、ね、普通にあるのかなと思ったら全く違うですね。もう停電がやっぱり多い国って多いんですよね、はい、発電量が少なくてでも電力を使う人がたくさんいて、そうすると、電力が足りなくなって停電するなんてことがしょっちゅうあって、バングラデシュなんかも私がいたちょっと前まで本当に停電が多かったんですけど、最近は随分と減ったって聞いてますね、はあはい、でもそこにはまだ日本の ODA は参加できてないから、今後いろいろな形で入っていくってことですか。まあ、すでに電力分野はたくさん入ってますけども、はいはい、これからも、より新しい技術で、参加していければいいなと思いますし、あとは ODA だけじゃなくて民間の企業さんの、働きっていうのもすごく大きいんですよね。社会課題を解決するためには ODA って非常にその一部でしかないので、うん、むしろ民間資金をどうやって動員するのか、なるほど、そういったものが重要になろうかなと思います。はあ、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということでいろんなお話ありましたけども、松井さんいかがでしたか、話を聞いて。いや、鉄道のことは知ってたんですけど、はい、港のことは知らなかったですし、そのこの取り組みっていうのが本当に先を見据えた、そして日本が自分たちがこう何が得意か分かっているからこそそこに向かって力を注げるんだなって知ることができたので、とっても勉強になりましたし楽しかったです。ありがとうございます。ぜひぜひインフラにもっと興味を持っていただいてと思います。松井さん、せっかく鉄道がお好きなんですから、まあ、鉄道を去ることがもうインフラが得意ですっていうぐらいの知識量で今後、はい、慣れたらかっこいいですね、はい、めちゃくちゃかっこいいと思います、はい、インフラ全て網羅してますっていうような、うん、ぜひダッカメトロも乗ってください、はいはい、行きたいです、はいはい、さあ平田さんいかがでしたか。いや、ありがとうございました。
70年 ODA をやってきたんですけども、いよいよこう新しい転換期にあるのかなと思ってます。あの途上国と言われてた、国もどんどん発展してきて、パートナーとして、むしろその日本が学ぶ機会も増えてきたというふうに思いますね。新しいそのイノベーションってむしろインドとか新興国でどんどんと急激なスピードで始まっているので、そういったものを日本が取り込めるように、パートナーシップを組んで共に作る競争型で ODA を続けていけるといいのかなというふうに思っています。うん、なるほど、ありがとうございます。いや僕自身で言うと、はい、あそうなんだってことがあって、もちろんそのインフラの大事、鉄道も大事、電気も大事とはありましたけど、そもそも ODA ってプレゼントじゃねえんだっていうのを初めて知ったんですよ。うん、そうですか。借款の割合がかなり大きいっていうのが特徴ですね、日本。全く知らなくて、だからプレゼントしてて、はあそうか、そりゃ難しいよね、理解得れるのは今国の状態はと思ったら、そういうことじゃないんだっていうのが分かったこと自体がすごい大きな前進、大きな進歩になったような気がしますんで、はい、大変ためになりました。はい、松井さん、平田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。